アナライズ・ユーは2002年公開のアメリカ映画、アナライズ・ミーの続編。かつて、ニューヨーク・マフィアの大物として、名を馳せたポール・ウィッティも、今では、刑務所の中。ある日、そのポールがおかしくなった。突然、歌い出すかと思えば、すぐに止め、トゥナイトを歌わなければ気が収まらない。以前、ポールのかかりつけの精神科医だった、ベン・ソベルが呼ばれた。ベンの診察によると、 囚人の中には、大物として、有名な彼の命を狙う者も,もいたため、もともとストレス症を抱えていたポールにとっては、それが、大きなストレスとなって気候に走らせている、可能性があるという。FBI は、ベンの診察に従って、ポールを釈放し、ベンの観察下に置いた。演技で狂ったようにして、どうにかシャバに戻ったポールは、ある日、ベンの家に押しかけ、 マフィアから足を洗いたいと言い出した。ベンはポールに、いくつかの仕事を紹介するが、身についたマフィア気質が抜けきらず、どれも失敗してしまう。同じ頃、かつてポールが率いたマフィアのボスのパティ・ロプレスティは、対立するリガッチファミリーと交渉中で、両者ともポールを仲間に引き入れようと格索していた。パティから命を狙っているのは、リガッチ一味だと聞かされたポールは、 リガッチ一味に仇になるために新しい仕事を探していることを告げる。そうこうするうち、ベンはマフィアもののテレビドラマのアドバイザーというポールにぴったり合いそうな仕事を見つける。アドバイザーの仕事に就いたポールはドラマにリアリティがないと感じ、昔の仲間たちを集結させた。一方、ベンは FBI からの情報でポールが仲間を集め何か大仕事を企んでいると知り、 ポールの元を訪ねる。二人はラガッチの資格とのカーチェイスに巻き込まれ、ポールはその隙にベンの監視を逃れる。ベンの息子はポールの運転手となっており、ベンはポールの居場所を息子マイケルから聞き出す。ベンはポールからパティと協力して近海輸送車を襲撃する計画があることを聞かされる。ベンはポールを止めようとするが、逆に計画に巻き込まれてしまう。 襲撃は成功するが、リガッチと通じていた、パティの手下が裏切る。ベンはそのことに激怒し、裏切ったその手下を殴り倒し、他の裏切り者も、ポールらが片付ける。奪った金塊をポールは、リガッチ一味を上げる材料にし、こうして、マフィア抗争は防がれる。最後はジェリーを伴ったポールが、サムウェアを歌いながら、ベンと別れるシーンで終わる。俳優の横のカッコ内は、 DVD 日本語、吹き替えキャスト。ワーナーブラザースから DVD が2003年9月5日、リリース、BD が2010年7月14日リリース。ありがとうございます。